お兄ちゃん。お兄ちゃん、いろいろ迷惑。行くのか？村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって。本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何？ううん、何でもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。ポポルさん、占いで使う石について何か知っていますか？ええ、知ってるわ。力の目っていう変わった名前の石よ。それがどうかした？その石を欲しがっている人がいるんです。どこで手に入るか知らないですか？そうね、石の神殿の屋上とかならまだあると思うんだけど。石の神殿か、探してみよう。ほん、気をつけてな。この本、相当年季入ってるな。同じ書物として悲しいことだ。もっと本を大事にせぬか。そう怒るなよ。でもこれ、一体何の本なんだ？地図？何やらマークなども書かれている。これはもしかしたら、宝の地図というやつかもしれんな。だけどこのままじゃ全く読めないな。傷んだ部分を復元する必要がある。仮面の町の変な物屋にでも相談してみたらどうだ？そうか、そこで何か修復してくれるかもしれないな。もういいのか？必ず戻ってきましょうね。ああ、行こう。
ですね。今はしくも懐かしい景色であるな。そうだな。シロと初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ、大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるのだな。you
本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の子、本当の姿を我は。人がなぜ世我が問い。我は答える。どうやら間違い。我は答える。黒き病がゆえに。我はと。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。どうやら。本当我人がな。我が我は人はそのい。我は答える。我はと。人とみなし城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に
戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た？質問しているのは私たちよ。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか。なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うよ。嘘だ嘘だ。ポポルさんたちが。そんなわけない。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ。なぜお前たちが邪魔をする。シロの書、裏切りの輩よ。お前に質問される筋合いはないわ。次ない。シロさん、大丈夫ですか？どうしてなんだ。デボルさん、ポポルさん、なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王が回らなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ。大丈夫。が聞こえます。
闘会とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。閉じ込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。キリがない。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。武闘会か。豪勢か。シロ。ああ、すまぬ。援護だな。カエネさんを守ってあげてください。カエネ、まだか。まだですか。カスナ、私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。バカ者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一。万が一のことなど知るか、この扉。え、開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。大丈夫か。ああ、それよりも。してほしいなどと思ってはいない。カイネ、
開かないぞ。攻撃が来るぞ。入口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。傘、程度と、チ・イルトって。レズチ、パセヨーリ。一旦、オキットだ。アラン、エルアト、シデン、チ、ウセキヨン。イラ、コ、オク。ハハハ、か、で。どうしてここに。サルリとシダ。カイザム突起炉だろう。しかり、いや、アラトテ三聖体ヌアリ、
フワリトテトロス、なんて出勤で。でも、アラ・ペルアト、どんだ来て、キリゴイタリ。アポクリア、トサチッチサッタト、トメルタ、カイザムチ。後でアリクラーサ、アコ、アキロ、お前らだけじゃ無理だ。ユククオタオキアルタビュート、クルトコチイル、カテケタル・イト・エチ・ケロ・アルテリア・ダセ・ギウ・ジー・カク・イシギシ・シンチュ・カレルタ・カイザム・テイ・ラス、うん、アンダ・アラタテ・ウラーヌ・ペルア・ト・チ・ウラーヌ・カイザム・ト・ト・チ・おお、開けるんだ。グズグズするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな、フィーアのために。おお、デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタル、白の書、思い出せないの。なら、思い出させてやる。シロ、頭の中が思い出したぞ、デボル。ポポル、なんちらは人間にあらず。そして口ごもったね、言いづらいかい。ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ、今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を、何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、
我らが魔物と呼んでいるあれが人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちも。違う。俺はお前たちとは違う。デボル。デボル。
ら殺せ。足が。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。でした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、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 肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。そう、僕あなたにもう一度会いたい。あなたに死にたくないな。死にたくないよ。
行くぞ。